渡辺栄子は、日本の政治家、教諭。元山梨県北都市長、元北都市議会議員、元長坂町議会議員。市議時代は、渡辺栄子という表記を用いた。山梨県初の女性市長である。山梨県北駒郡小淵沢町出身。日本体育大学女子短期大学卒業。小中学校の体育教員を経て、2003年に、 長坂町議会議員に初当選。2004年11月1日、北駒郡須玉町、長坂町、白州町、高根町、大泉村、向川村、明野村の4町3村が合併して、北都市が発足。同年11月28日に行われた、北都市議会議員選挙に出馬し初当選した。以降、3回連続で当選。この間、議長を務めた。 2016年8月3日、人気満了に伴う北都市長選挙に立候補する考えを表明した。同年11月13日に行われた市長選に前市長の白倉政治の支援を受けて出馬。自民党会派の浅川力造県議と北都市、商工会会長の支援を受けた元市議の上村英治、民進党県連、社民党県連、 連合山梨の支援を受けた旧明けの村長の篠原、牧夫を破り、初当選を果たした。渡辺は、県外初の女性市長となった。選挙の結果は、以下の通り。当日有権者数、4万1170人最終、投票率 71.、71.99%20 年11月15日の、同選挙で再選を目指すも、元市議の上村英治に敗れ、 立候補者4人中3位で落選。当日有権者数4万3人最終投票率73.18%東日本大震災による原発事故をきっかけに2013年福島県南相馬市からとある一家が北都市に移住。この一家の少女は2017年4月に市内の中学校に進学するが同年11月いじめを苦に自殺を図った。 2018年1月には複数の生徒から暴力行為を受け不登校になった。いじめ被害を訴えたにもかかわらず、市教育委員会が重大事態と判断しなかったことにより社会問題に発展した。山梨日日新聞をはじめとする県内メディアは連日この問題を追求。渡辺は元教員という立場でありながらもメディアの取材を拒み続けた。 2018年11月6日、市教育委員会は、いじめの事実関係を調査する、第三者委員会のメンバーの名前について、女子生徒側に開示しない考えを改めて示し、開示を求めている家族の要望や国の指導を無視する、姿勢を貫いた。渡辺はこの日の記者会見も急遽欠席。市職員からは、市長は、外部の方との重要な公務があるためとの釈明があった。 ありがとうございます。